獣医師は人以外の動物の意志。各国の制度ごとに獣医師の免許の取得資格等は異なっている。獣医師免許の日本における認可機関は農林水産省である。獣医師でない者が飼育動物の診療を業務としてはならない業務独占資格でもあり、獣医師でない者が獣医師の名称を使用したり、動物医、家畜医、 ペット医等の紛らわしい名称も用いたりしてはならない名称独占資格でもある。獣医師法では動物の診療や保健衛生指導などを通して次の3つに寄与することが使命とされている。また、獣医師資格を保有していても所定の届け出を行っていない場合は臨床に携わることができない。具体的には獣医師が飼育動物の診療の業務を行うため、 診療施設を開設した場合は、獣医療法第3条により、その開設の日から10日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する、都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければ、ならない。また、往診のみによって診療を行う獣医師については、獣医療法第7条によりその住所を診療施設とみなして、第3条の規定が適用される。 日本の獣医師は、給料の低さや激務など、待遇の悪さから公務員獣医師の不足が問題視されているが、臨床獣医師が飽和状態で、全体的な人数としては多くなる傾向である。近年では、家計学園問題などから獣医師の待遇の改善は、政府や地方自治体が早急に取り組むべき問題で、あると思われる。獣医職としての採用がある省は、厚生労働省よび、 農林水産省の二つ。獣医系技術職員は一種相当の行政官として採用される。幹部候補として早い昇進が約束されている。活躍の場所は本省、全国の空港や開港に設けられた検疫所や動物検疫所などである。なお検疫所は厚生労働省、動物検疫所は農林水産省の所管である。 公務員の獣医師の活躍の場は、農林水産行政と公衆衛生行政とに対別される。公務員全体として見た場合のポストは狭いため、国家公務員などと比較すると昇進は遅い。大抵は、採用時点で農林水産、公衆衛生のどちらかに属することとなるが、業務の性質上人事異動を避けて通ることはできない。ため、どこへ移動してもすぐに異なる業務に、 従事できなければならないため、常に高度な獣医学的知識と技術を要求される。また、業務内容により根拠法令も多岐にわたることから、これら法令を含めた幅広いシリアと知識並びに一般常識が同時に要求される。また、多分野を専門とした職員との連携も大切である。なお、公立の動物園、水族館などを除いて、 動物の診療に従事することは非常に少ない。食の安心、安全や BSE、鳥インフルエンザなどの動物由来感染症に世間の注目が集まるとともに、公務員獣医師、特に地方公務員獣医師の仕事量は年々増加している。しかし前日の通り昇進の遅さに加えて、肉体、精神ともに過酷な業務が多い。 管理職等上級職のポストがほとんどない、大半の都道府県における給与系がや定年退職年齢職と同一であるなど、待遇面の改善が遅れているため、等の理由から重心卒性症動物のを死亡する傾向が年々強まっている。そのため、東京都、神奈川県、大阪府など大都市圏を除いた多くの県が定員割れであり、さらには、 段階世代の大量退職による深刻な公務員従事の不足が生じている。近年では改善案として給付型奨学金や初任給調整手当を支給する都道府県が増加している。また、福岡県における特定11職給料表の新設のように同じく6年生学部を卒業した医師と同様の待遇が必要とされている。 私立獣医科大学協会会長、正岡俊夫による、我が国における、獣医師の受給見通し等についてによれば、日本の獣医師数全体に不足はなく、むしろ供給過剰になる可能性があるとしながらも、公務員獣医師就職者については、地域偏在が課題となっていることを認めており、獣医師が担当していて、他の職種と入れ替えることが可能な公的業務は、相当にあります。 欧米のような食肉検査補助員制度が我が国にも導入されれば地方における公衆衛生獣医師の需要は激減します。公衆衛生分野において欧米並みのスーパーアバイザー的な制度の確立が出来上がれば公務員獣医師の需要の激減も予測されます。などと提言している。民間企業のうち乳業、食肉、家畜飼料等の関連企業では営業や 品質管理、製薬関連企業及び独立行政法人を含む各種の研究施設では、研究や検査のほかに実験動物の生産や管理を行う獣医師も置かれる。また、慢性的な獣医師不足はこれら研究施設を悩ませている。公務員の多くと同様に臨床業務に携わることはないが、公務員と違って企業によっては、 必ずしも獣医師免許を必要としない場合もある。現在、獣医学を学べる大学は全国で17校ある。これらの学校教育法に基づく大学において、獣医学の正規の過程を収めて卒業した者のみに、獣医師国家試験を受験する資格が得られる。国公立大学の想定員370名と、私立大学の想定員700名を足しても、 約1070人しか募集がないため、入学試験の単純倍率は約20倍前後と言われ農学系の中では最難関の学科である。なお、農林水産省の管轄で農学部に含まれることが多いが基礎医学などは医学科とほぼ同じことを学んでいる。獣医師免許のイギリスにおける認可、規制機関は法律獣医師会である。イギリス、EU、オーストラリア、 ニュージーランドの獣医大学の卒業者は RCVS の獣医師免許取得の有資格者である。また、米獣医学協会認可大学の卒業者も RCVS の獣医師免許取得の有資格者である。それ以外のものはロイヤルカレッジ・オブ・ベターネディ・セルジンスメンバーシップ、エグザミネーションの受験が必要となる。獣医師免許のアメリカ合衆国における認可機関は、 米獣医学協会及び各州に設立されている獣医師会である。アベマ認可の獣医大学の卒業者は、ナベル北米獣医師免許試験に合格し、各州の獣医師免許試験を合格すればその州で獣医師に従事することができる。獣医師免許のカナダにおける認可機関はカナダ獣医学協会である。 コロナウイルスの感染拡大を受けたヨーロッパで、対人医療にも利用可能な医療機器を提供したり、ウイルスの検査、分析を支援したりする動きが広がっているほか、緊急時の医療ボランティアに登録した、獣医師も数千人に上る、スイス獣医師会は可能な範囲で、医療現場を支援するよう会員らに呼びかけた、フランスでは獣医師1万8000人のうち、約5000人が、 政府の募集した医療ボランティアに登録したスペインの首都マドリードの獣医師会によれば市内では獣医師らが医療現場で看護師を補佐したり仮設病院で医療チーム運営や医療機器の取り扱いを担ったりしている。ありがとうございます。